遅れるな。元就君が留守にしていた厳島だ。落とすのはわけないさ。いい具合に番犬も見つけたしね。畜生、いつまでも小生に構わないでくれ。小生とっくの昔に豊臣軍を抜けてるんだよ。なんで俺様まで捕まっちまってるんですか。俺様はもう誰の指図も受けないんだよ。豊臣のため我らの命をお使いくださいませ。三成様、者ども、どれだけ押し込まれようと違反は許さんぞ。さて君たち、どちらがより有能か僕に見せてくれるんだろう。褒めを垂れよ。速やかなる降伏もまた幼少の証ぞ。いで、来る、やめろ、小生をチクチクするな。せんだよ、ほかん、てめえのせいだ。いで、こいつ、やっち、おい、久しぶりに会ったってのになんだその態度は。やい、あたべ、小生は元主だぞ。忘れたか。忘れたっても忘れられるか、バーグ。よじゃねえのな、三成様。騒動を起きてやったどう。なんだこの俺は。みんな足元に気をつけろ。知事に逆れし、半兵衛様にしきりに媚びを売っているそうだな。目障りだ。され、貴様が売るべき座などない。へえ、そんなこと言っちゃうんですか。だったらさ、お前がさ、こうなってみろよ。君は官兵衛君との二兵衛がお似合いだよ。どうしたんだい、元同軍同士仲良く敵を買ってくれ。うるさい、鎖がついてても小生は犬じゃないんだよ。指示に逆れし、私を救え。僕は君たちの力を過信していたかな。違います、アホ感が飲み出しなだけだ。これは何を言っている。この我こっから待て。ことあるしよ、アホだのバカだの脳なしだの起き下ろすやつがあるか。こんな恩知らず。恩知らずだ。お前が無能だったから俺様は日の目を見られなかった。なんだろうが、やれやれ、いい加減にしてくれないか。二人とも小生に勝てば穴蔵はくれてやる。そんなのどうでもよ。やってやる。いいですよ、な、何冗談だろう。相変わらず常識破りの思考と行動力だ。だから君は侮れない。意外とね。おいおい、そんなに褒めるなよ。おい、なんだあのバカでかい化け物は。何を気としようとも半兵衛様を欺けはしない。そちらさんもようござんすね。シャワンの期待を裏切るな。やってられるか。なぜじゃ。やってられん。ああ、どうだ、
また昔みたいに。誰がアホか。勘兵衛君、君にこの大役は重すぎたかな。自分の穴蔵、いや鉄格子に戻りたまえ。ちくしょう、すぐに出てやるからな。こうなったら勘兵衛さんを倒して名を上げてやれ。青が、お前もこう俺様の盾になりやがれ。こら正兵衛、元部下のくせに生意気だぞ。さあ君たちはさ、俺様に恥かかせて楽しい。さっきの技伝授していただくわけには参りませんか。失礼したね。彼らを頼った僕の失策だ。甘んじて非難を受けよう。だが、巻き返せるとは思わぬ。悪いね、急いでいるんだ。早く済ませよう。僕がこうして夢を見ていられるうちに。君もまとめて相手してやる。覚悟しやがれ。番犬にもならない上に主人に噛みつくとはしつけが必要なようだね。二人とももし降伏する者がいれば手厚く迎えてやってくれ。獲物の方から飛び込んでくるとはね。お前強くしてバカな。情勢は強い。一生分の運が丸々残ってるんだよ。へえ、それはようございましたね。さんがいたことが今日一番の不運だな。その程度ならかつて豊臣にいたという事実は忘れてほしいものだね。恥ずかしいよ僕は。なんだお前、アフカリじゃなくて俺様を殺すってのか。この戦の働き次第ではマタベ君を取り立ててあげても構わないと思っていたが、うん、やめておこう。まだまだ、今日はとことんぶん回すぞ。すまん、こいつもこいつもアホアホアホ。少し息が切れる力が閉じ込められるのか。もうゴリゴリなもんでね。開催の許可。お前ら天馬町の順位みんな繰り上げた。強制も腹が立ってるんでね、手加減なしだ。拳などとは比べようもなき陣痛を与えてやる。許してほしければ芸の一つでもしてメダルにだね。この枷の恨みつらみ、ここで晴らさせてもらうぞ。シャワンの期待を裏切るな。そちらさんもようござんすね。僕の思惑だって外れることはある。ごく稀にだがね。私の魂は
秀吉様と共にある。だから私は何一つ失っていない。